質問とは、情報への典型的なリクエストとして機能する発話であり、語用論の分野における発語内行為の一種として、あるいは、形式意味論の枠組みにおける命題の特別な種類として理解されうる。疑問文は、多くの場合、質問を達成するために使用される典型的な文法形式であるが、例えば反語は疑問文形式を取るものの、 回答を最初から期待されていないので、本来の意味における質問だと考えられていない。逆に、疑問文の文法構造を取らないものの、例えば、名前を教えてのような命令文は、質問だと考えられうる。ジョナサン・ディンブルビーの、エニークエスチョンズ BBC ワールドサービス日本の議会制において、質問とは、議員が個別の議案とは関係なく行政の執行機関に対して、 行政一般にわたる施政方針や事実に関する説明や意見表明を求めること。質問には一般質問、代表質問、緊急質問、関連質問がある。質疑と異なり、議案に関連したものに限られず、行政の執行機関の権限に属する事項において議員が任意に選択した事項について質問しうる。議員による質問は、 会期中であれば現に行われている議事とは関わりなく行うことが可能である。各議員の議員が内閣に質問しようとするときは議長の承認を要する。質問するには簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。議長または議員の承認した質問については議長がその主意書を内閣に転送する。内閣は 質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。ありがとうございます。